次の方はどうぞ。はい、どうぞ、お座りください。初めてですね。はい。お名前は。え？お名前と年齢は。そんなこと聞いてどうするつもりですか？あ、私のこといろいろ調べて、つきまとうつもりなんですね。医者だからって診療させといて、ストーカーでもするんでしょう？違います、違います、違います。私、医者だから。普通聞くでしょ、仕事だから、それが。ねえ、まあ、そうですよねすいません、はい、お名前は、岡部寛子です。はい、お年は23歳です。23歳ね、岡部さんね。はい、体の具合が悪いんですか？私の体のこと聞いてどうするつもりなんですか？いやこの人嫌な人目で見て。違う違います、違います。医者だから、私医者だからね、一応聞くでしょ、体のことは。落ち着いて。体は、あのちょっと熱っぽくって、風邪ひいたかなと思うんですけど。風邪ですか。はい、じゃあちょっと喉見ましょうかね。はい、じゃあ口開けてください。はい、違う、喉が赤いかとか見るんでしょう、普通は。はい、わかりました。いいです、いいです、わかりました。落ち着いて。よし。じゃあ、聴診器出すから、上脱いでください。わかりました。聴診器やります。もういい。わかりました。落ち着いて。どう。多分これはインフルエンザでしょう。はい。注射打ってみましょう。よし。はい、はい。違う病院行って。ありがとうございます。大事に。ああ、疲れた。